お兄ちゃん、急に大声出してどうしたの？おお、もう雰囲気、目が変わっている、ルナ。え？4年ぶりだな、ルナ。4年ぶり？え？4年ぶりってやっぱなんかルナちゃんと関係あったんやな。本物のお兄ちゃん、ちょっと待って、本物のお兄ちゃん言っちゃった。じゃあこれまでのてるくん偽物のお兄ちゃんか、おい。ああ嘘、どうやって戻ったの？テルの体を借りた。一時的だが、今は俺がこの体を操っている。そう、そんなことができるならどうして今まで出てこなかったの？テルに全てを委ねたからだ。4年前に交わした約束はお前も覚えているだろう。テルと二人で平穏な人生を歩むと。そうだけど、よく一人で耐えてくれたな、ルナ。何も知らない俺とよく一緒に居続けてくれた。うん、守ってたよ。ずっと一人でいろんなことを忘れちゃって、でも正義感だけは一人前に強くて、どこかに行っちゃいそうで大変だったけど、それでも大好きなお兄ちゃんだったから。どういう解釈でいいんかな、これ。二人になったけど、本当のお兄ちゃんって。仮の姿みたいな、これまでのデル君が仮の姿みたいな感じ。ありがとう、ルナ。うん。感動の再会だが、長居もしていられない。俺が出ている間は空白の記憶となり、テルが戻った時に整合性が保てなくなるからな。そっか、そうだね。空白の記憶ってそういう概念な、そういう考え方な。こっちの闇テルが体験した分が空白の記憶になってきたわけじゃ、記憶を共有できてないってことか。俺が出てきたのは他でもない、母が残したあの金庫の中身を確認するためだ。何が入ってるか知ってるの？いや、だが中身は想像がついている。何が入っとんだろう。何が入ってるの？なこれ、封筒？茶封筒？書類？書類？書類？何の書類だ？母が過去にしていた仕事の情報を抱えている。なんて書いてあるの？だいたいなんでそんなもんがこんな厳重にしまわれたの？ルナ、これは俺が預かっておく。なんて書いてあったんだお前は。もしかしてエッチなことが書かれていたとか？だから、まだ子供をルナには見せてはいけないっていうことで預かっておくって言ったのかお前。え？お前が内容を知ってしまうことで、テルに感づかれるのは怖いからな。ルナ、お前がこんなものを見るのは早いだろう、みたいな。念には念を入れたい。そっか。わかったよ、お兄ちゃん。もう一人のテルが書類を入手しました。おい、もう、やめてるよ、お前。夜な夜な、お前、これを見てさ、興奮して後で寝るという、極楽な夜を過ごすんじゃないだろ、お前。ん？他にも何か入ってるぞ。お？何これ？敷札。ああ、よく見かける、なんか人型の札あるよね。あれかな？なんか秘密結社みたいなマーク書いてるね、なんか。2枚ある。1枚はジンが抱えていて、もう1枚は白紙だ。何なんだろう、これも。何で書いとんと書いてないの2つ分かれとんな。仕札って何なの？その昔、陰陽師が使ってた筆だ。ジンという模様を書き、
引き神と呼ばれる使い魔を現世に呼び出した。へえ、そうなんだ。引き神呼び出せるってこと？それつまり夢見みみこは引き神を呼び出せるってこと？でその引き神は実はネコルナでしたみたいなオチじゃないだろうなお前。なんかそう言うたら辻島が会ってきてしまうんやけど、本当にそうじゃないかっていう怖さがあるんやけど、ちょっと進めます。だがこんな目が描いた人は見たことがない。どういう意味だ？あ、こうお母さんじゃなくて、もしかして夢打ちくれを狙ったやつのなんかみたいな、そんな感じなん？なんかすごい考察してるけど多分この考察の9割外れてるんだろうなって思ってくるけど。それがお母さんが見つけさせたかった、見つけさせたかったものなんだね。見つけさせたかった？うん、だってお母さんが霊になって私たちをここへ連れてきたんだよ。母が霊に？え、まさかさ、母は生きているはずだぞみたいなこと言うんじゃないだろうなお前。先に言っちゃったらちょっとさ、本当に育った時ってなる、ならんけんな。ならんけん、ちょっと言い過ぎも良くないかもしれないけど、言っちゃうぞお前。お母さんの霊はどこに行ったんだろう。ここに来るまでは一本筋だったはずのに、一本道だったはずのに。ルナ、何今の笑い方？それは母の霊じゃない。え？キャー、どうした？ライトが。何何何、母じゃなかったら何なの？あー、ガチの化け物出てきてる。はい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 、アルアダンケダイ、アルアダンケダイ、キャー、逃げるぞルナ。これゲゲの鬼太郎とかに出てくるなんか古い傘のやつじゃないのお前。どうしてお母さんの霊じゃなかったの？お前は知らなくても仕方がないことだが、母の魂はある理由からこよい出てくることはできないんだ。霊にはなれないってこと？そうだ、絶対にできない。あ、死んどるっちゃ死んどるんじゃ、生きとるとかそういうんじゃなかったんだ。じゃあ、あの霊は何なの？お前、激怒来てろやん、お前、あんな。おぉ、やめろ、お前。電球買い直さなあかんやろ、お前。来てる、お兄ちゃん。まだだ。よかった、早くライトつけて。わー、来てる来てる、めちゃめがガチです。あ、取って、何この手、このワニみたいな感じ、目が。夢見の力発動させたみたいな感じになってるお前。やばい、夢の上に引きずり込まれるぞ。ルナ、次はリビングだね。逃げるぞ。あ、なんだあいつは結局。もうほんまになんかすごい性別兵器みたいになってるじゃん、お前。お母さん、アンブレラの研究員だったん？セーブがあるわ。ここはセーブしとくわ、お前。あんな奴に襲われたらたまたまじゃないからな、お前。どうするの？ルナ、サインペンはあるか？え、あ、あるけど、何に使うの？あいつに見える、あいつの身に仏殺とかそんなのやだろ、お前。俺が時間を稼ぐから、もう一枚にこれと同じ模様を描いてくれ。敷札？あの霊を倒すに使うんだね。ああ、そうだ。わかったよ、任せて。クレイからライトも使え。ありがとう、お兄ちゃん。それじゃあ頼んだぞ。どうするんじゃ？頑張って。テル君どうするの、その間。あ、廊下に出る。廊下に出る。
わあ、来たー、あ、体ー、わあ、グロテスク、めっちゃグロテスク。ちょ、何の生物なのこれ。何生物だよお前は。あの霊の正体は母が作り出した式神だ。式神だったのこれ。なんつーグロテスクで式神してるんだお前は。母は死ぬ前に現世に神の抱えた式札を残していたのだろう。それが母の霊力で動き出したんだ。あの式神は役割を持っている。一つは王子にあの書類を入手させること、そしてもう一つは奴が伝書の目を持っていることから推測できる。式札に書かれた目は式神に伝書の目を持たせるための陣だったんだ。わざわざ式神に目を持たせたということは俺たちを夢の世界へ連れて行くつもりだろう。母は してなお、テヌたちを自分のもとへ呼び寄せたいと考えているのか。そうはさせるか。通路を塞がれてるな。避けられるか。来るぞ。敵の攻撃を避けてください。やめて、俺任せにするな。やめてるお前。お、やめてる、やめてる、やめてる。おー、あい、あい、あい、上逃げるぞ。なんかワンチャンさ、今のお化け物ダメージ与えて弱らせてモンスターボールだけでも捕まえれるんじゃねえかなって思う時があるけどさ、そんな場合じゃないよね。少しは引き離したか。来たー。もう来たか。家中が次々に夢へと変わっていく。ルナが陣を書き終わるまで時間を稼げなければな。なになになに、あの腕で俺をつかみ夢へ引きずり込むつもりだな。それならこっちにも考えがあるぞ。なに、なにその体勢。ドリームリンクを使いあの腕を引きちぎるぞ。お前さらっとすごいこと言ってるな。お前さらっとグロいこと言ってるぞ。お前腕を引きちぎるぞって。お前自分から何言ってるか分かってんの。何そのポーズ。来るぞ。え、俺が操作するの、もしかして俺がなんか操作しなあかんやつこれ。おっと、何をタッチしてドリームリンクを発動してください。この何これ、チャクラみたいな、何だお前。はいはいはい、あ、ここはいいんじゃ別に。え、いや、ここいいんじゃ俺で。もげたー。マジでもげたー。グロいよ。優勢なんはいいけどグロいよ。もうちょっと色欲ここまでグロくなかったでしょ。目しか与えられなかったから食べ込みもあげられないか。だが動揺を隠せないようだな。どっちが悪役やねんって感じじゃん。お前の喋り方は、お前。やつの腕がちぎれた理由。これは母の詳細にあった。部屋、秘密の部屋を隠していた仕掛けと同じだ。ドリームリンクで部分的に夢へつなげ、現世のものを夢に引きずり込み、夢の出口を閉じてしまえば、突っ込んでいて腕は切断されてしまうというわけだ。ってこと、夢の先に手だけあるの？手首から先だけあるの？ちょっとグロいな、考えたくないな。時間を隠せぐまでもなかったな。このままとどめを刺してやろうか。え、どっちが悪役か分からんぞお前。この見た目お前、腕さえなければもう恐れる必要はない。今のうちにリビングへ向かおう。ルナはどうした？ルナは、お兄ちゃん、ルナ、陣はかけたか。うん、うまっ。え、これ印刷したじゃないのお前。お前すげえなお前、手書きなのに印刷したみたいに まんま同じを作ってるなお前。お前なら今度から印刷機な。
来たよ。で、手首が切れてる。あれなら俺たちを捕まえることはできないからな。でも電車の目が残ってるよ。あっ、引きずり込まれる。どうした？なになに？なにこれ？はてなってなんだお前、引きずり込まれたんちゃうかお前。あんだけ余裕こいとったら引きずり込まれたんちゃうかお前。終わった。あ、無事だったんじゃ。終わったな。お兄ちゃん、何が起きたの？あの式神に与えられた役割は、それは金庫の書類とともに俺たちの夢に引きずり込むことだ。逆を言えば、母からはそれ以上の命令を与えられてはいない。俺たちに危害を加えなかったのはそのためだ。二枚のテルとルナを引きずり込んで満足し、その役割を終えて切り札に戻る。俺たちの姿になった二枚の式神も今頃は紙切れに戻っているだろう。ああ、要は身代わりになったんだよ。あれ、式神の神が二人の形になって身代わりになってくれたんじゃ。あいつはルナとテルって認識しとったんじゃ。そういうことだったの。終わったね。ああ、終わっちゃった。何その終わっちゃったの言い方。何が終わったんそれ。テルが起きたら今日のことは空白の記憶となって忘れているだろう。今度はどれかの記憶がなくなるの？今日という一日の記憶がまることなくなる。今日あいつはネコロナを追いかけて俺の夢に入ってきてしまった。そのことも忘れた方がいいだろう。ネコロナが母が隠していた地下室は、ルナ、お前だけが死ぬことになる。秘密にできるな。うん。そうか、4年前からこういうことが何度か続いて、それでルナちゃんが毎度毎度そのことを覚えて知っていながらもルナに全然話さなかったっていう、そういう流れでここまで来たんじゃ。空白の記憶ができれば二人は平穏な人生を送れると思っていた。だが何も知らないテルは本来持っていた正義感から怪奇探偵を始めてしまった。ルナも驚いただろう。俺がしていた怪奇探偵を忘れたはずなのに、あいつが自らやり始めたんだから。だが犠牲者も出してしまった。同級生の鈴木レミを助けられなかったことでテルは平穏なルートから外れてしまった。その結果、未成年でホストクラブに入るという想像絶する今の状況になったわけだが、だがそれも俺の人生なんだ。ルナと二人で協力すれば理想とは別のもう一つのルートが開けてくるだろう。お兄ちゃん、じゃあな、ルナ。また会えるよね。俺はいつもお前と一緒にいるじゃないか。だから寂しくないだろう。うん。もう一人の俺のことを頼んだぞ。 I'll be back。 バイバイ、お兄ちゃん。